はい、こんにちは、ぼかまです。今回はキングジムのパッケージを紹介したいと思います。こちら Amazon で上冊子メモホルダーのランキングで1位になっている商品です。テレビでも見たことがあるんですが、すごく便利な商品になっているので、今回こちらを紹介していきたいと思います。はい、ということでこんな感じでパッケージにはペタペタ貼り付く魔法の掲示板と書いてあります。これは本当に魔法みたいなボードになっています。では開けていきたいと思います。はい、ということで本体はこんな感じになっています。一見マグネットでくっつけるのかなと思うんですが、こちら画鋲もマグネットも必要ありません。どのようにして使うのかというと、こんな感じでちょっと紙を押さえつけるだけでこのように貼ることができます。本当にマジックみたいですよね。どのようになっているのかというと、近くで見るとこんな感じで電気回路があるんですが、これによって吸着面の電極に電気を流し、静電気を発生させて紙が吸着してこんな感じで貼り付けられるようになっています。これは本当に画期的だと思うし、片手でポンとこう貼れるので本当に便利になっています。本当にめっちゃ簡単に貼ることができます。気持ちいいぐらいにこうペタペタ貼れるので本当に楽しいです。こちら単三電池が4つ必要になってきます。ちなみに電池は別売りになっているので気をつけてください。後ろにはこんな感じでスタンドがあります。なのでこんな感じで机に置くことができます。そして2段階に分かれているので、こんな感じで角度を変えられるようになっています。値段は Amazon で2526円で売られています。はい、ということで紹介は以上にしたいと思います。糊もピンも画鋲もマグネットもいらない、メモの一時保管や掲示板に便利なボードです。片手でスッと貼ることができるので、すごく便利なものになっています。気になった方はぜひチェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。